国鉄157系電車。国鉄157系電車。国鉄157系電車は、日本国有鉄道。国鉄は1959年、昭和34年に、設計、製造した、長距離用直流特別準急電車。後に、運用の実績から特殊特急系車両に、分類された。最初に投入された、列車名から、日光型電車とも呼ばれる。 お召し専用車両である黒150の長田は、本系列に分類される車両ではあるが、特殊用途のため他社とは別説にて開設する。東京から日光へは、1956年、昭和31年10月から木ハ55系、機動車による、準急、日光が運転されていたが、1958年に、東北本線、日光線の電波が完成したため、 国際的観光地である日光市に向かう日光5を電車化しスピードアップすることが計画された。その上で国際観光列車としての色彩や競合する東武鉄道への対抗上並びに将来の急行系車両の設備工場の試作的意味から準急列車用に22系電車として計画、開発された。キハ55系機動車などの準急系車用は オロか急行系車両よりも設備水準ははるかに上のもとして151系電車に準じたデラックスな特急系車両並みの車内設備を有して設計、製造され、1959年6月の車両称号を規定改正後に落成したため157系と称されるのが本系列である。後に特急列車にも投入され、一般旅客用、 車両31両と高質用機品車黒157、型の1両を合わせた合計32両が1963年までに、日本車両製造、川崎車両、現、川崎重工業車両カンパニー、機車製造で制された。1 0 1系で採用、確立された MM ユニット方式で2両8機の種、電動機を制御する 1C8M 方式、セルド、 発電ブレーキ、併用電磁直通ブレーキ、中空軸平行、カルダン駆動方式などの新技術を導入した、新生電車。性能的には153系を基本にしており、DT24 系、電動車、TR59 系、付随車、台車 MT46A 型直膜、清流子、電動機を、歯車比1、4.21コール19、80で搭載など、 共通点も多く、営業運転時最高速度時速 110km、設計最高速度時速 130km も1 5 3系と同様である。1 5 3系などの急行型との並結や根結は可能であり、実際に稀にそれは行われていた。しかし本系列では、勾配の開催する日光線内での運転条件を考慮して、以下の設計変更が行われた。 車体断面は153系に準じた形状とした、全金属性、セミモノコック構造であり、車両限界に合わせっ相を絞った断面形状とした。雲波157型の全面枠波153型を、基本都市全面窓の側面まで回り込んだ、パノラミックウィンドウ採用などの共通点もあるが、当初は同形式同士を向かい合わせて行う運用を、 想定していなか、タコにより非貫通構造としたこと。踏切事故対策として、幸運転台の採用により、本系列独特のものとなった。客用で入り口は151系と同様の幅 700mm の、片引き戸が2箇所に設けられたほか、横揺れ防止の車ダンパーが搭載された。当初は、準急用であることから、冷房装置の搭載は見送られたものの、 将来の冷房化を考慮し、屋根状の冷房装置設置予定部分を鉄板で塞ぐなどの冷房準備工事が施行されており、客室には扇風機が設置された。このため側窓は開閉可能なバランサー付き一段加工窓を採用した。新生児の外反塗色はキハ55系と同様のクリーム4号と赤11号の組み合わせとし、 車両番号表示は落成当時より切り抜き文字であった黒157型を除き赤11号とした。ただし、一時車では細かった戦闘物素、後部標識等、台本下のクリーム式体が二次車から太くなり後に二次車の仕様に統一された。また1963年、昭和38年の AU12S 型分散式冷房装置等再工事と同時に、 車両番号表示を含む赤色部分を他の特急用車両と同様の赤2号に変更した。特急系車両と同等の車内設備を持たせるということで座席は2等車がリクライニングシート3等車が回転クロスシートを採用した。2等車のリクライニングシートは151系のものと基本構造は同一だが準急型ということで表地は 赤7号の合成繊維となり、シートラジオは省略された。テーブルは151系と同様に通常は座席背面の袋に収納し、使用時に袋から出して、肘掛け横の穴に差し込む構造である。三等車の回転クロスシートは151系のものを改良し、座席背面の折りたたみ、テーブルを外付け式とした。また、座席背面のほか。 側面倉庫の壁面にも灰皿を設けている。荷物棚は当時としては珍しいパイプ式を採用。トイレ、洗面所はすべての車両に設置されたが、サロ157型には外国人観光客に配慮して洋式トイレを採用した。は、当初の計画段階での形式である。田町電車区、後の田町車両センター元東京総合車両センター。 多摩チセンターに配置された一時車14両により1959年9月22日から東京日光、日光、新宿日光、中禅寺、上野黒磯、那須野の各準急と間合い運用で日光黒磯快速列車で運転を開始。 上記6両編成日本による運用は1959年9月22日から11月10日、1960年3月20日から11月30日で、準急は全車指定席。新宿発着の中禅寺は、多摩地区からの出入りが、山手貨物線を開在するために編成が逆期となる、関係から、上り、中禅寺で菊下編成は、翌日の下り、中禅寺で、上り、 日光で聞くした編成は、翌日の下り、日光に投入する制約があった。また、同年10月31日11月2.7日には、下り、日光から上り、中禅寺の運用前を活用して、上野日光臨時準急第二日光に投入された。当時の運転計画では、日光は通年運転であったが、他の日本は、 春から秋にかけての季節運転であるために、同年11月10日に、中禅寺、那須野が、冬季運休。11月21日から翌1960年1月31日まで、余剰となる一編成を投入して、東海道本線の混雑緩和用に、東京大阪臨時特急、響きに充当されたほか、上り、日光は、東京伊東で延長運転を行った。 1960年12月までに二次車16両が落成し、同月10日から臨時特急、響きの増発が年間を通じて可能となった。1961年昭和36年4月1日から前年の上り、日光伊東延長運転を、それまで改装であった下りにも設定して発展させる形で、伊豆と日光の両間高地を直結する季節準急。 湘南日光を伊東日光に運転。1961年10月1日のダイヤ改正では、響きが季節特急に格上げとなり、最大に往復に増発された。また、湯のか臨時日光への重等が継続した。1963年昭和38年には以下の変更を実施。四月二十日に響き一往復定期特急格上げのため、 サロ157型を、響きに捻出することから、日光編成は、サハ157型に置き換えた以下の編成へ、変更された。響きは公表のためにたびたび、MCM ユニット大阪型もしくは、東京方のいずれかに増結した給料編成で、運転されるケースも多かったが、同年12月21日の年末年始予から、 総合車扱い継続のまま久し的に給料での運転となった。東海道新幹線開業による1964年10月1日のダイヤ改正では、東海道本線の中高特急は全廃となったため、響き重当車は同年11月1日から全車座席指定の急行第1、第2イズに転用される子になり、以下の運用体制に変更になった。 熱海で分割併合を実施し、私鉄となる伊豆急行線、伊豆箱根鉄道寸ン線に乗り入れた。また多客機には、伊豆急下田編成に MCM ユニットを増結する場合があった。伊豆、日光重等期間中の1966年、昭和41年3月25日には、走行百キ 100km 以上の準急列車は、急行列車に格上げを行う。 料金制度改定を実施。日光も、急行列車に格上げされた。九百六十八年、昭和四十三年七月には、伊豆急下田編成一本を充当して、新越本線東京台中軽井沢臨時特急、そよ風に往復が設定された。本運用では、横川軽井沢では、e f 六十三型補助機関車を連結することから、横系対策。 大艦大切改造を前車に施行した。ただし、本系列による、そよ風は、同年8月限りで、翌9月からは181系に変更された。1968年10月1日の、ダイヤ改正では、以下に示す、列車相性の整理が行われた。そのために、本系列柔道列車の日光は、下り3号上り2号に、第1、第2図は、 下り1.8号上り3.8号への変更が行われた。1969年昭和44年4月25日、東京伊豆急下谷特急天城定期2往復、季節1往復、予定臨時1往復を新設し、本系列が充当された。1971年昭和46年4月24日には、 あがつま線長野原伊勢の延伸開業に伴い、上野長野原、現、長野原草津口間に不定期特急、白根下り2本のぼり1本が設定され、土曜、休日を中心に、季節、臨時、天城用7両編成で、運転開始。同年冬には、運転区間が、万座、香沢口まで延長された。1972年3月15日の、ダイヤ改正で、 白根は予定臨時に往復での運転となり、季節ごとの時刻変更がなくなった。以後は、天木、白根で運用されたが、冷房取り付け時に、側窓固定化等の改造が行われなかったことから、加工窓より、車体内部へ、雨水が侵入しやすい構造に、対策のないまま使用され、またこの部分には冷房使用に伴う結露も発生し、車体腐食が進行した。 このため外反更新や窓固定化等が一部車両に施行されたものの対象両方的な処置であり、労使関係が悪化していた当時の国鉄では根本的な対策も見つからず実動わずか17年で183計1 0番台への置換へが決定。白根は1975年12月26日で、天城は季節臨時が1976年1月25日で、定期は 同年2月28日で一般営業運用を終了した。この結果、黒157から1と牽引用の雲波157、も波156から1.2の4両を除く車両は同年中にすべて廃車となった。1962年、昭和37年に新越本線の長岡新潟間の電化が完成することになり、上越線経由で 特急電車を運転するという計画がなされた。全線直流区間ということもあり、151系に白羽の矢が立ったが、本来は平坦区間用の電車が、山岳路線で20パーミル勾配の続く、上越国境での運用に耐えられるかの懸念が残った。そこで百六十一年、昭和十六年六月十一日から十二日に、かけて十月のダイヤ改正用に、 早期落成した151系と本系列を持ち込み、上越線新米橋長岡間での比較走行試験を行った。その結果は、山岳路線である上越線の連続勾配で151系 4M3T では、歯車比が3.5と高速指行だったため、電動機への過負荷による発熱が見られ、さらに 4M2T であっても同様な状況で問題が残った。一方、 歯車比4.21の本系列では何も問題はなく安定した走行を得られたため151系の車体に本系列の走行装置を組み合わせた161系電車が開発されることになった。1963年昭和38年4月15日、アジア極東経済委員会一行が建設中の東海道新幹線を視察することになり、 東京かモノミヤ間特別臨時列車、エカフェスペシャル、エカフェスペシャルに投入された。1964年、昭和39年1月24日、2007、M 下り、大鳥が車内に消毒薬を巻きすぎ使用不可能となり、本来投入予定の151系に代わり153系との根血編成で運転された。当日の編成を以下に示す。 1964年4月24日に発生した第一富士脱線転覆事故の影響で本系列は下記の運用変更が行われた。黒157型は従来の貴賓車黒49型に代わる雇用艇に移動する際など、皇室の省旅行用並びに外国品格用貴賓車でおし列車の簡素化を目的として1960年昭和35年7月に 川崎車両で一両目が製造され、2019年、平成31年、令和元年現在も JR 東日本に車席を有する。本系列一般車と同じく配置は、新生時から一貫して、田町電車区、田町車両センター東京総合車両センター、田町センターであったが、2012年12月に東京総合車両センターへ改装を実施し、 同センター内五両車庫へ収容。2013年3月15日付で、田町車両センターの東京総合車両センター、田町センターへ改装及び車両配置終了に伴い、翌16日付で、東京総合車両センターへ転属した。車体は、中間車としての使用も考慮して、全面貫通構造とし、区波153型霊番台車に告示する、全面形状。 低運転台構造を採用。ただし、運転室は、編成中間に蘇生される場合などにはシャッターを、風呂入室できない、半室構造である。153系との並結運転も可能であり、初期の試運転で実施された。新生児から空調装置を完備しており、屋根上に AU11 系分散式冷房装置を搭載。電源は80系。 サロ85020での冷房試験で使用した自社給電用18区場電動発電機を再整備して搭載する。客用扉は戸袋を配した4枚折り道を採用。コンパートメント形式の機品室を車体中央部に有し、その前後を控室で挟み込む構造とした。機品室の窓は大型合わせガラスを片側3枚とし、そのうち中央の1枚は 品格の透明の瓶を図るために、電動で開閉できるほか、機品室は高天井方式で冷房は、隣の控室からダクトで導く構造である。さらにテーブルを挟んだ2つの主品用の椅子は、安楽椅子を採用したほか、絨毯の床、ソファ飾り棚ラジオなども装備する。定員は6名。製造当初の車体塗装は、 他の157系と同様クリーム4号と赤11号の塗り分けで赤11号から赤2号への塗り替えも他社と同時期に実施された。車体側面の車号表記は他の157系が車体中央かぶれの赤色ペイントに対し本形式ではステンレス製切り抜き文字を後くらい側出入り台分けへの貼り付けとした。当初は クモハ157モハ156から1が牽引に当たり、黒157から1を後部に連結した3両編成で運転されたが、1962年6月に牽引車が電気系統の故障により運転不能な状態に陥ったために次の変更措置が取られた。牽引用電動車ユニットは特急用他車の廃車後も残ったが、 1980年、昭和55年2月15日の牽引を最後に、同年11月28日付で廃車。1982年、昭和57年11月までに解体された。その後の牽引者は183系1000番台が、重当されたが、1985年、昭和60年3月に183系が、長野運転所、現、 長野総合車両センターへと転出したため同時期に、新前橋電車区、現、高崎車両センターから転入した185系200番台が、充当された。このため、外反塗色も当時の185系に準じた、アイボリーチに緑帯に変更された。1987年、昭和62年の国鉄分割民営化時には、東日本旅客鉄道、 JR 東日本へ承継。民営化後も何度か運転されたが、平成時代に入ってからは、特別扱いを嫌っていた天皇のご意向や、その他の諸情などにより、列車による行行は一般向けの車両を使用した団体列車形式で行われるケースが、ほとんどとなり、専用列車を仕立てたおし列車そのものの運転回数が減少したことや、補修部品の方も難しくなったことから、 1993年、平成5年9月8日の運用を最後に、全く運転実績のない状態が続いた。また黒157から1による列車運用は、原則的に通常の定期列車とは別に設定されるが、1962年10月13日に、準急、日光に並結されて運転されたケースがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。